ナイストゥミートゥ、ナイストゥミートゥ、ナイストゥミートゥ。はい、外国人と例え、全然だってもう、なんかまあ今こんな感じで新番組始まるわけなんですけどね。はい、はい、一回ね、ここ月1位2人になって、あれ以来やってない、それでも2回目の、ね、2回目ですね。なんか思うけど、実は3回目、3回しかやってないんで全然息合わないですね。それね、この番組通してすごい仲良くしようと僕勝手に思ってます。はい、大きい大きい凸凹コンビで、はい、この番組なんか聞いてます？何にも聞いてないです。あ、でもなんか朝ごはんは食べてこないって言われました。うん、焼肉食えるでしょっていうところぐらいかな。まあ、猪木さんといえばね、うん、もう焼肉でしょう。ですね。あとは楽しく打って肉食って以上。最高。やった。やった。え？ルール？あれ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 誰ですか？おはようございます。ひろきにするスロープガールのナミです。おはようございます。ひろきにするスロープガールのはるかです。ああ、ひろきガールズね。はい。ひろきガールズ。誰ですかって言ったけど、ね、知ってますよ。知ってましたね。ブログまで見ちゃってるから僕は。ひろきガールズの。で、なんかフリップ持ってますけど、これはあれなんでしょう。漢字だらけで僕読めないです。嘘でしょ。嘘です。1位。サマイスプラスを目指して立ち回る。はい。2、サマイスプラスで焼肉を食べる。ほう。そこですよね。僕聞いたのはここだけです。うん、そう。3、昼食。昼食。はい。昼食は抜き。え？抜き？え？でも朝も食べてないよね。そうですよ。朝も食べんなって言われて、昼も食べんなってことですか？いつ食べれるの？おい、あ、ありがとうございます。あら、日本人が喜べそう。外人ぶってんじゃねえよ。日本人が喜べそうなメニューですよね。あれ、コーラとサンドイッチはない、ない、ない、ない。たらこ、歯に挟まるからやな。サンドイッチがいいよね。サンドイッチがいい。だって、なるほど。はい、で、オッケー。え、でもマイナスだったら、そう、食えないじゃないですか。え、もしかしたらサマイスマイナスでも、そうそうそう、サンドイッチの話したらちょっと外人っぽくなっちゃった。え、ってことはマイナスでも肉肉食えるチャンスがある。あの、食べれるの？どんな最後の最後に後出しじゃんけんね。はい、わかりました。オッケーですね。後出しじゃんけんね、はい。もう要は壊したくないときはもう、はい、ないですみたいな、壊したいときはペロンって出す感じですね。OK です。え、でもルールってこれだけですか？ね、なんか結構意外とシンプル、ね、うん、まあ、シンプルイズベストだから ね、 ね、焼肉食っていい日にしよう。しよう。はい、やった、やった。最後キムチでご飯食べれる。すごいな。やったってなっちゃってるけど。やったって言っちゃってるけど。それちょっと、うん、以上。いや、じゃあ焼肉食べるときでいいんじゃないですか。あれ、うわーわー、わー、保育園の先生みたい。うわー、聞いてないんですけど、これちょっと待って、聞いてないんですけど。これちょっとね、僕でかいんで、どうなるの？ちっちゃくないこれ。おお、あ、かわいい。ここにゆきちさんを入れたらいいんですよね。あ、そういうこと。でもなんかちょっとちっちゃい。あ、いいね、ピンク似合うね。いいや、ちょっと苦労してる。ちょっと苦労してる。苦労してます。初めての京都最強。まあ、悪くないね。いや、ダサいでしょ。まあね。まあ、そんな、しゃあないな、しゃあない。もうそんなにごちゃごちゃ。これで撃つの？これで撃つ、撃つ？これで撃つ。これで撃つの？じゃあ、最後タイトルコもう一回いこう。はい。Nice to meet you! なんで？Nice to meet you!
あかん。揃えよ。揃えましょう。揃えましょう。いける？いける。せーの。もう一回。はい。せーの。のナイスツーミーツー。全然合ってない。今イメージトレーニングしてます。だから1個のイメージトレーニングはこうやって喋りながら急に僕のマイクが。これですね。この2個。そうでしょ、わかりやすいよね。あとはまあ相変わらずいつもお父さんとお姉ちゃんと我が愛犬との触れ合いバーでもいいかなと思います。多分ね、一番ベタで安定で勝ちやすいのはおそらく番長だと思いますが、僕はもう番長、皆さんは多分もう散々見てると思うんで打たない方がいいんじゃないかなと思っちゃいます。焼肉食いたいんだもん。まああとこの番組ね、オープニングも言ったけど、まあみのりちゃんとのね会って3回なんで、ちょっと仲良くしたいなーと。なんかまだちょっとやっぱ引いてる感じですね。多分あのでかいからね、怖いんじゃない。でかいし外人だし関西弁で喋ってくるし無茶ぶり言ってくるし、まあそれビビるよね、普通に考えると。おはようございます。やったやったやった、めっちゃ選べるじゃん。やったやったやった、はいせい角、ここ角強いからここですよ。やった、水置きにしても461、やった OK、 よし。じゃあハーレス1ゲーム目でフリーズ引いてる動画ないでしょ。まだないです。はい、とりあえずねここ、まあハーレス大体強いんですよね、来るたんびに。なのでまあベタですがここで攻めとこうかなと。ちょっといいんじゃない、早速。まあ肉を大量に食えるためにやっぱいっぱい出さないといけないってなると、まあこういった台、当然夢を聞く。そしてね、もう最近思うけどやっぱ一番安定あるんじゃないか、ハーレスは。もうベースが別にそんなね悪くはないし、当たるときはしっかり、まあ犬でもある程度枚数取れるしね、頑張ればどうにかなるし、犬だけでも。はい、やっとの2回引いた。まあ、スイッチのモール悪くなさそうでしたが、今一応何台やるかな、12かな。それ今のところ1台だけが当たってます。もうちょっと来るかなと思ったけどね。まあ2番手は僕になるように頑張ります。しかしすごいな、この数は本当によく引けたよね。逆に選べちゃう、なんでも。ちょっととりあえずホール一周しようかな、無駄に。おはようございます。さて選び放題、角が強いそうなんでね、やっぱここかな。まあリセットされてるでしょうと思います、多分ここのお店さんは。うん、昨日マイナスだしね、こっちマイナス、ここの台でいいでしょう。はい、ちょうどねトムさんが裏にいるので、まあゴッドとか引いたらね振動でわかると思います。
もう2本も入ってるよ。もう2本も入ってる台がある。おお、あれ。でもね、こっちも全長来てます。いやー、せっかく朝一練習行ったのに。私も焼肉がいい。もしね、据え置きだった場合は今ぐらいで400じゃなくて800ね、据え置きだった場合。でも朝一は多分設定変更されたっぽいから違うと思うけど、このヘルゾーンの煽りが怪しいな。あれ、末ねえ、あれマジか、困るよ末。あ、そうでもないか、天井が近くはないか。だって800だったらにしてもね、まだ遠いよ。マジか、どうなんやろう。ちょっとぽいな。強気やな、完全にこれ末。マジか、木のね、よくないからね。全然木のよくない。ですよね、ハーフですだもんな。もうゴッド待ちみたいなこと言ってましたからさっき。やばい、もうやめたい。200ゲーム内でもうやめたい。もうここすぎると怖いですよね。いつも捨てちゃうんですけど、まあ、しかもリセットもされてるし、だからいてないんですよね。お、もうなんかレア役で当てるしかない。強制をいっぱい引くしかない。もう朝焼肉の話してたからめっちゃ焼肉食べたいんですけど。もう焼肉の中でですか、ハラミ。そう、でも何でも好きですよ。肉なら何でも好きです。お酒もお酒なら何でも好きです。飲みますよ、当たり前じゃないですか。まあだからビールの分もね、ね、ちゃんとね立てたらいいですね。とか言いながらね、本当にプラスになるのかな、追加投資です。怪しい、本当にどうしよう。これ朝一天井ありますよ。天井というか、まあ、天井手前で800とか。ちょっと今日はなんかあれ、カトじゃないの。いやでも私的に朝一リセットで100ゲーム以内に、まあ、ガセでも全長来てくれる台はいい台。そうだから来たから外れたけど6です、6です。これ6です、信じて打たないとね。そういうこと。
まだ当たってもいないのに。よく言うよって話です。で、あと400をリプレイで、これはなかなかいいですよ。本当に天井覚悟しなきゃいけなくなるんで、僕ね、人生初コットがね、ケーフの時に番組でこう天井の50弦前ぐらいにいきなりゴット引いたっていうね。もうだから天井ない、僕多分ね成功したことないんですよね。自分でゼロから回して、まあ、途中でもあれなんですけど、こう天井にちゃんと行ったことはないかな。何かしらこうなんか邪魔してくるよね。紫なのだったらちょっと切れてしまうかも。もう一回氷ないよね。遅れた、遅れましたよ。ただピローンとしか鳴ってないけど、まだこの時点で大丈夫よね。邪魔ではないよ。ありがたく、22,000チャージメント。よく気づいたな俺。どっちかというと氷氷氷氷来ないんだ、出遅れたっていうね。さてと、ぐる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 回そう。なんか裏側がそんなことないかな。で、なんか騒がしい、なんか振動で、向かい側なんでちょっと振動で伝わってきてるんですけど、気を感じる。なんだこれは、もしかしてトムさん当たりか、当たったのか。当たってるよ。紫なの。遅れた。どう？いい感じ？ダメだ。ダメだ。どうするこれ。あと言ったけど弱い。男子さバラエティいや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 、とりあえず当てる、とりあえず当てます。1回はもうそろそろさ当たろう。おーでかい。夕方だった、しかも。いやこれは当たるでしょう。大丈夫だと思う。
ないけど大丈夫かな。いや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 、まさかね、まさかね、まさかね。いやダメだな、こりゃこりゃダメだ、こりゃダメじゃん。おう、待って、気をつけて行ったよ。期待させやがって、本当に待って、本当に本当に行っちゃう、本当に本当にどうしよう、待ってよ、ノーコメントでした。まあハマってるってことよね、要は声かけないでくださいねっていう、虫ではないよね。ペースボネちゃうんかい。オールリプレイか、うん、やったやった、スーパー犬にならないんだ。はい、80、まあまあいいよいいよ、これでスタートライン。オーケーオーケーオーケー、ここにね入れないと始まらないから、とりあえず当たるのが大事。ただ強気っていうところでちょっと僕はもうこの台粘りにくいことになっちゃったよね、終わった時は。はい、何も起きませんでした。ラスト6ゲーム、ちょ中断チャンス目、まあ、チャンス目を2回引いて乗らなかったです。フィニッシュ、いやまあ結構枚数取れたからね、一応投資が2万2000なんで、まあ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 、とりあえずこの後のモードなり何なりとかね、に期待するしかない。お、これはおすべりですね。ここで逆にいただき入れたら熱い。まずは仁王門に入るか、あれ、チャンスね。あれ、まだ当たりではございません。わあ、自信ないな。ここまでボーナスしかない人、自信ないな。日本も頑張りましょう。揃えちゃうよ。
真ん中にはさすがに止まんない。お、もらったもらったびっくり楽勝楽勝楽勝ではないけど結構かかりましたけど、いただきゲットです。737ゲームこれで、まあでも50ゲームでも800ゲームのところに行かないんで、まあ上乗せ欲しいですね、ここは。これただそう引き戻しがね、まあ、日本には行かなかったですけど、引き戻しが結構ね多かったら信用できるかなって思うんで、6なんで一応、まあ、私の選んだ台はまだ未だにボーナスは引いてませんけど、日本も行った、日本もよし行こう、今日はニオモン得意な日だから大丈夫いやでも最初が大事なんですよ、最初の1ゲーム目ですよ、しかも得意でしょう今日もうニオモン。暑いね、もう一回来ちゃうかな。ありがとうございます。まさか、おお、やっぱ